ブライトンホブはイングランド南部のイーストサセックスにあるシティステータスを有する単一自治体である。シティの中心エリアはブライトンである。2011年の人口は273,400人。1972年の法律に基づいて1974年にポーバーシーがホブに編入された上、ブライトンホブはイーストサセックスの一市ディストリクトとなった。 1997年に単一自治体となり、2000年には、シティの地位が認められた。ブライトンホブの行政は、ブライトンホブシティカウンシルによってなされている。カウンシルの選挙は4年ごとに行われ、カウンシル議員によって市長が毎年選任される。なお、市長職は、形式的、象徴的なものであり、行政上の権限は持たない。2001年には、市長を、 市民の直接選挙にするかどうかの住民投票が行われたが反対多数で否決された。カウンシルは国でいうところの内閣を構成し、この内閣の長が実質的な行政の長を担っている。役所はブライトンとホブの両方に置かれており、議会もその両方を用いて開かれている。2003年までは労働党が過半数を占めていたが、2003年選挙。 以降は現在まで、どの政党も過半数を獲得できておらず、少数与党での政権運営を余儀なくされている。2011年には、緑の党が初めて相対多数を獲得した。緑の党が英国内のカウンシルで政権を担うのは、これが初めてであり、この地域での同党の支持率の高さが現れている。その後2015年、19年と労働党が勝利、 したが、その後同党から、緑の党へ移籍する党員がいたため2020年には、緑の党が政権を奪還した。国政では下院に3名の議員を選出しており、ホブ選挙区からは労働党のピーター・カイル、ブライトン・パビリオン選挙区からは、緑の党のキャロライン・ルーカス、ブライトン・ケンプタウン選挙区からは労働党のロイド・ラッセルもいるが選出されている。ありがとうございます。